ファンの皆さんこんばんは。エルモヌメンタルよりお届けしてまいります。解説は七海さん、実況はよろしくお願いいたします。はい、こんばんは、よろしくお願いします。前半ゲームはスタートしています。さあ七海さん、今日の注目選手一人挙げてください。ロナウドですね。はい、多彩なテクニックと圧倒的な前への推進力は世界ナンバーワンでしょうね。そうですね。フリーキックやヘディングもワールドクラスで替えの効かない選手ですね、うん、なるほど。相手の守備陣がどう対応するのかというところも見どころになりそうですね。裏のスペースに置きに行く、チャンスですね。1対1、これ突破されましたね。ゴール、アトレティコ、マドリー先行します。キーパーとの駆け引き、ここはしっかり決めてきましたね。落ち着いてよくキーパーが見えてますよね。早い時間での失点、早いうちに挽回したいところです。チームとして試合の入り方があまり良くないんじゃないでしょうかね。それがこの失点に現れてしまいましたね。ラインの裏狙いましたね。ズラタンに渡る、自分で行く、長友、決定的でしたけどいいところにいましたよね。ルイス・スワーレスがこの試合得点を挙げています。このパス越えるか、サンティに渡る、サンティのシュート、同じようなチャンスが続いています。もう決まるかっていう状況なんですけどね。そうですね、こういった時間帯で決めきれるかどうか試合全体を見ても重要だと思いますね。なるほど。内田、ペペ、吉田、長友へ、中村俊輔。前半20分になろうというところ、シャキリ浮かせて裏を狙う、これはつながりませんでした。このパス越えるか、長友、デルフ、スルーパス、さあ抜けてきたと呼んでいた。このボールに触ります。高いディフェンス、吉田、ラナナ、さあカウンターを仕掛けます。絶妙ですね。さあルイス・スワレス、スワレス、ゴール。追加点がアトレティコ・マドリー。いやー、見入ってしまうような美しいカウンターでした。さあアトレティコ・マドリー、着実に得点を重ねていきます。2対0。もう1点取るとさらに楽になりますよ ね。 そうですね。自分たちが主導権を握りながらゲーム運びができると思います。なるほど。このボールをカットします。32分を過ぎたところです。2点ビハインドです。早いうちにまずは1点欲しいところ。内田、裏を狙う、サンティ・カソルラ、ダンチ、さあ左へ預けて、ビダル、抜け出しました、クリスティアノ・ロナウド、ゴール。頭でしっかり決めてきました。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。いいシュートだったと思います。
来た。ここへ抜けてくる。ゴール決まった。ここで追いつくことに成功しました。やりましたね。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。ななみさんどうご覧になりますか。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたね。前線の今の動き出しは常に狙ってないとできないですからね。見事な同点劇を見せています。今のゴールで両チームに火がつきそうですね。ここからはお互い力を持っているのでレベルの高い試合になりそうですね。ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。この後のセカンドハーフ、両チームとも監督がどのように動いてくるのか注目です。2対2の同点で後半を迎えます。後半ゲームはスタートしています。裏に味方を走らせる。いやー抜けてきましたね。中村、まだボールをキープ。抜けてくる。コシェルニ、ラナナ、デル、縦へのボール、ここはカットします。コシェルニ、中村、このボールはカットです。サンティ・カソルラ、裏のスペースに置きに行く。さあどうだ、1対1。ああいい形で弾かれましたね。ボールをコントロールする。長友、出る、シュート、セーダー、これは枠を捉えていた。どのようなボールを入れてくるのでしょうか。パンチング、まだありますよ。サイドを使う、ボールが抜ける。ここで奪う、打てるか、スアレス、素晴らしいシュートなんですがキーパーの土正面。スピードはありましたけどコースがちょっと甘かったですね。縦にボールをつないでいきます。ここまでで両チーム2点ずつ同点です。宮市、カットします。味方を走らせる。さあ抜け出した。川島、キック対象。クリスティアーノ・ロナウド、クリスティアーノ・ロナウドから左へ。宮市、どこを使う。これ来ましたね。さあサイドのスペースへ。チャンスですねこれ。長友上げる。クリスティアーノ・ロナウド、ちょっと分からないですけどね、まあ、僕的にはよりボールに絡んでいけということだと思いますね。デル、ウィリアム、ここで受ける、抜けてくる。このパスはキーパーへ。ロッベン、このパス越えるか。オープンなゾーンだ。フリーになった。自分で行く。ゴー、巻き返します。ヘディングでのゴールでした。こういったヘディングシュート焦らずに落ち着いて決めてくるあたり素晴らしいですよね。いやもうチームとしても個人的
しのパフォーマンス上がってきてましたからね、はい、非常にいいゴールだったと思いますね。そうですね。後半の34分を回りました。クリスティアーノ・ロナウドが注目選手ということで先ほどお話をいただいたんですが、おっしゃった通りこの試合でも効いてますね。やってくれましたよね、はい、やっぱり決めるべき選手がきっちり仕事をすることが勝利につながると思うんですよね、そうですね。さあ上げられるか、今日ボールはさあシュート、追加点のチャンスでしたがこれは決めきれませんでした。危ないですね、ここで決められてしまうと致命的ですからね。後半残り5分を切りました。宮市、ボールがこぼれる、ウィス・スワレスから右サイド、レバンドフスキ、おー、いい形ですよ、抜けてくる、さあ上げられるか、さあルイス・スワレス